遊びもうだいぶ昔「富幽霊様」っていう遊びにはまってた時期がある要は「こっくりさんの類」名前なんて何でもよかったし「こっくりさんをやってもどうせ近寄ってくるのはそこら辺の富幽霊」という話で誰かが悪乗りしてつけた名前だったと思う。 ただ、十円玉で試みて、全く動かなかったことがたびたびあって、エンジェル様だかキューピッド様のように、シャーペンを使ってやってた。これが面白いように動く。友達が言ってたんだが、コックリさんの類に自分の寿命を聞いちゃいけないらしい。それでもやはり自分の未来については知りたいところ。ある日、 未来についての質問もネタがつきかけてきた頃こんなことを聞いてみた「俺はこの先どんな人生を送りますか?」カーテンを閉め切りろうそくの光が不気味に揺れてる薄暗い俺の部屋そこにはいつものメンツが4人。 シャーペンがスルスルと動く。てうんらく部屋の温度が少し下がった気がした。転落転落この先転落人生ってことかよ。 友達の一人が笑ったので内心かなりブルールだったんだが、おどけたり白体をついたりして見せた。すると別の友達が少し慌てたように、おい、あんまりふざけるなやばいってと声をあらげた。少しの沈黙の後、ついさっきまで俺を笑ってたはずの友達が何の前触れもなく、俺たち四人のど真ん中に向かって大量のゲロを吐き、 それは儀式に使われてた紙の中心に広がっていったその後は軽い地獄絵図すっかり気分もなえて解散することに遠足のバスでの惨劇などを思い出しながら部屋の掃除だりいなあなどと自分を哀れんでいると派手に入った友達が両脇を抱えられて外に連れ出されたのを見計らって一人の友達が真顔で近づいてきた。 だからやばいって言っただろどんな浮遊霊だか自爆霊が来たかわかんないんだぞ立ちの悪いんだったらどうするしばらくは部屋の四隅に盛り塩でもしとけよなその友達は自称見える人だったが見えない俺には否定も肯定もできない存在だったその時までは。 その夜は本当に寝苦しい熱帯夜だった汗だくなのに頭からつま先まで布団をかぶって身の虫状態もう何時間こうしてるだろ「う。森塩をしとけ」そんなことを言われるとかすかなもの音でさえ不吉なものの仕業に思えてしまう真に受けてその森塩を実行してしまったんだからなおさらだ 布団から足を出したら冷たいものに触れてしまいそうで怖い。コンコン。静寂の中、不意に何かが窓を叩き、控えめな音とは裏腹に心臓を打ち抜かれたような衝撃が走り、体が脈打った。コンコンコン。その音がかき消されるぐらい鼓動は激しく鳴り響いていた。 体がビクッと脈打って情けない吐息交じりの声が漏れそうになり慌てて両手で口を塞ぐドンドンドンこれまで幽霊や呪いなど半信半疑生涯そうだろうと思ってたその分この現象に対する衝撃は大きかったその音に対して脳はフル回転で現実的な原因を検索している 酔っ払い演出者友達のいたずらしかしどう頑張っても脳裏に浮かぶのは浮遊する人型の物体が窓を叩く絵図だった2階にあるこの部屋の窓をどのくらい立っただろうかいつの間にか窓を叩く音は消えてた 布団の隙間から部屋の様相かがう真っ暗な部屋布団の中には吐いては吸った生温かい二酸化炭素が充満していて死ぬほど息苦しい、うん、もう限界だ意を決して布団から頭を出してみる別に大したことはない見慣れた部屋だ時計を見ると 蛍光針の位置が2時半の辺りを指していたまだまだ朝は遠いだが恐怖心はピーク時の半分以下しかし小さな物音一つであっという間にピークに逆戻りするだろうそう思うとまるで爆弾を抱えているような気分になった毎晩こんな恐ろしいことが続くんだろうかこれからずっといや 化け物の仕業とも限らないぞ再び現実的な原因を探してみる今度は冷静にやっぱりあいつらじゃないか数時間前までこの部屋にいた友達3人がはしごに乗って窓を叩いている姿を想像して思わず笑いそうになった一人がはしごの上残りの二人ははしごを押さえている姿だった それぞれ笑いをこらえながらやりかねないだから森塩なんて言ったのかあビビ出せるためにもう物音がしたところで怖くなんかないガバッと上半身を起こした大量の汗でパジャマが体に張り付いて気持ち悪い窓を見ると曇りガラスの向こうは真っ暗で何のシルエットもない 忍び足で窓のそばまで近づき耳を澄ました外からは何も聞こえない何の気配も感じないあいつらもう帰ったんかな少し寂しくなったゆっくり窓の鍵を開け音を立てないように少しだけ窓を開けた そして、その隙間に片目だけ近づけて、外の様子を伺う。窓の外から、同じように片目が覗いてた。うわ俺は悲鳴を上げながら大きくのけぞり、腰を抜かした。腰を抜かし、床にへたり込んだ状態で窓を見上げると、長い髪のそれは足場がないはずなのに、その空間で直立して、 顔半分を窓の隙間に密着させてた俺を見ている血の通った人間の目ではないにやりと変形した口元歯がなく血が滴ってた「どけて」喉が潰れてるような声 その女は右の手のひらで窓をさすりながら言ったその手は曇りガラスの向こうで真っ赤ににじんでる「どけてどけて」けて「森塩のことだろうかどけたらどうなる想像もしたくない!」 開けーてー入れて自分の楽観視を心底に恨んだ息苦しい布団の中で耐え続けて窒息してしまった方が幸せにすら思える入れーてー 入れて真っ赤な右手は次第に激しく窓を叩く動作へと変わった耳を塞いだそれでも何の変哲もなく聞こえてくるそして強く目を閉じた次の瞬間誰かが肩を叩いた 心臓が止まるか止まらないかのさざまで聞き覚えのある声が聞こえたどうしたのそんなに叫んだら近所迷惑でしょう肩をたたいたのは母親だった息を切らせながら恐る恐る窓の隙間に視線を向けるとそこには人影もなく残り少ない静かな夜が刻まれていた それからは真夏でも夜は窓を閉めるようになり森潮も続けてたあの女の例についても思うところがあった多分自殺者の例なのかもしれないそれも飛び降り自殺。うちの近くには T 団地というちょっと有名な飛び降り自殺の名所がある 自殺を望む人がわざわざタクシーに乗ってそこまで訪れるなんて噂まであった幸いあの女の顔は半分だけしか見ないですんだがもしかしたらもう半分はもっと損壊が激しくておぞましい顔だったのかもしれないそう思うと背筋に冷たいものが走るそれに転落 という文字も飛び降り自殺と無関係とは思えない。何よりその文字に自分の未来を暗示ずにはいられなかった。